round one, fight!はい、じゃあ、8時になったので、9時からの月の細道のエントリーを受け付けています。100円を持って名前とキャラを書きに来てください。よろしくお願いします。
Oh!
Thank you.
Round 2, fight!
30分ぐらいで始めますんで、それまでにお願いします。Oh!
はい。Thank you.
分はい波動拳あと10分ちょっとで始めたいと思いますので、まだの方よろしくお願いします。まず抽選から始まりますんで、9時ぴったりには始まらないです。休みないうちによろしくお願いします。今7人です。よろしくお願いします。Thank you.
い。Oh,
Thank you.
抽選は15人です。とんでもない順番になるか、またまた逆になるのかは、ミキさんの手にかかっています。では1周目終わりましたんで、準備でき次第お呼びします。その対戦配信台のその対戦が終わったら、はい、止めていただけると幸いです。よろしくお願いします。
始める前に先に順番お知らせします。1周目最初川島さんと郷さんなんで、早めにいらっしゃってください。じゃあそろそろ、四季の細道大会を始めたいと思います。1周目の1番ジャイアントマシーン2号さん、あ、じゃなかった、カワシムさん、すいません失礼しました。1周目がカワシムさんの X ダルシムと、ゴーさんの X 剣が初戦になりますので、はい、あので 1P2P はじゃんけんで
席を決めていただきますので、カーシムさんとゴーさん、じゃんけんお願いします。というわけで、どなたかおマイク解説できる方お願いできませんでしょうか。私はあまりできませんのではい、はい、タツトシです。第6回四季の細道、始めたいと思います。はい、じゃあお願いいたします。ワンピー側が、ゴーさんでよろしいでしょうか。X 点と、次がカシムさんの、X ダルシム、ダルシム、X ダルシムで X 点だと非常に X 点が苦しいと、昔スロテープ先生に教えてもらいましたが、さあ今回はこれはどうなるか。さあこの水色の、さあここもスライディングやって波動で、さあこの前をしかしダルシムの外の足の伸びる前から離れながら近づこうにもスライディングに投げる。でもそこで本体飛び込む。しかしダルシムがさあこの剣で、さあこの剣でスライディングやっていめるので、ダルシムが1本、この2本目からどう近づくのか、このように意識が配分されるか、そこでしかし我慢になっていくが、ここでさスライディングで、そこで恐怖の足が出る。しかしこの手で返す、さあ竜巻で、さあここからダルシムが跳ね始めになる。さあ上剣が波動で打つ。しかしここでセッカーが出て、ドファイヤーを昇竜で行く。そして竜巻、しかしここで惜しくもしゃがみ蹴りで川島さんが一人抜きです。それがマジックで書くんですよね、これって。さあ、次は、シノニーさんの、スーパースラット。さあこれはシノニーさんのスーパースラット。もうさっき私は一回も勝てませんでした。非常に強い。さあこれはどういう試合になるか。さあそこで先生通りで足を出す。さあ手を出して、そこで飛び込むが、明らかにダルシムが完全に空気の前でトラットが近いが、インフェルノ、しかし冷静に止めて投げて、今度逆転して、さあそこで蹴りを出す。そうです、タイガーを出して、それでアンカーで打つ。タイガーのショットで、しかしドリルで1回返して、そこまで分からない。そこで止まらないが、横にスリーポイントでスタンスとやるところをドリルで、カーシー選手を取りました。さあ、2本目、さあ、飛びます。どうなる。さあ、飛び込む。オスト・ウォーズ・ハイエンを、ここを飛ぶ。さあ、足を出す。さあ、これを、しかし、カメハンを飛んで、足を出して、さあ、飛ぶ。さあ、タイガーショット、先手を出す。タイガーショット。この前からしか、タイガーショットは進んでない。これをどうするか、最初ドリルでやるか、そこを、しかし、アンカーを出してしまって、さあ、これ、ダルシムのペース。さあ、しかし、今日の、タイガーショット出してもらうか。早く座ってくる。さあ、ここで、まだ分からない。しかし、まず、ライチガーショット、インフェルノで、カーシムさん、2人抜きです。さあ、次が、なんとジャイアントマシン2号さんの、スーパーキャミーですが、ジャイアントマシン2号さんは、いらっしゃらないんでしょうか。ああ、いたいた。ペコさん、ありがとうございます。はいはい。ああ、お願いします。ああ、ありがとうございます。ペコさん、また対戦してください。お願いいたします。ペコさんの S 剣大好きですよ、俺。はい、じゃあ、さあ、ジャイアントマシン2号です。スーパーキャミー。これは、このキャミーの輝かしい緑色が、なんとこの実況で見れるってのは素晴らしい。さあ、そこで、しかし、X キャミーとかの場合だと、ダッシュ戦には非常にキャミーが有利な戦いに入れます。スーパーキャミーだと思います。さあ、そこで、ダルシムが足を出す。ファイヤーです。足を出す。この前で、さあ、このキャミーがどうするか、頑張ってほしい。飛ぶ。しかし、うまく手を出して、さあ、ここで出して、後ろに下がる。さあ、このキャミーがどうするか、しかし、今冷静にカーシムさんが手を出
出そう。ファイヤーで黒出そう。冷静に川島さんが足を出して出ます。さあ、で手を出して、さあ組とすればボールをタイミングで攻めていくか。さあ、ヒリヒリとヒリヒリとしたボールを出す。こう冷静に手を出して、さあそこを上げる。さあ、ファイヤーファイヤーを出るところをうまく手を合わせる。タイミングとしてはボールを投げて出てくるか。そこを緩めるのも冷静にうまく戻して、さあさあキャロスの手が速攻を投げて、川島さんがこれで3連続です。さあ次はニーヤーさんの本田です。さあこれは注目の試合、ニーヤーさんの X 本田と川島さんの X ダルシム。さあこれはどうなるか、注目の試合ですね。開幕作業が本当ですね。借りて少し、もうこれでタイシムがかなりのタイミングがかなり本田の方がいい。さて、取り手で少しこれで取り手のところですけど、さあ、取り手素晴らしい。これで本田が取ったと思います。さあ、取り手で攻めて、取り手で マイクの音が小さい。ああ、どうでしょう、どうでしょう。はい。では、3本目。直りましたかね。3本目。さあ、ここで、フレームを出す。さあ、そこで、ホンダが飛び込む。さあ、もう一回飛び込む。さあ、そこで投げる。さあ、これはもう、ホンダのペースか。さあ、ここで、スペシャルが、しかし、ダルシムが投げる。まだわからない。さあ、そこで、もっと今の張り手が当たる。これはまだ最後までわからない。おっと、しかし、うまく、冷静に川島さんを踏み出す。そう、張り手を出す。あーっと、これは、すごい。最後は川島さんが冷静に4人抜きです。さあ次が、おっと、京さんの剣、京さん今日竜、なんと京さんが今日は X 竜という、いやこれは初めて 見ます、京さんの X 竜。さあどういう戦いなのか非常に注目です。さあ開幕竜巻、しかしもうちょっとで返すのテレビ、そうそう、波動拳今も冷静な歯応え素晴らしい。そしてチョップやるがドリル、そういううまくガード、じゃあそこを竜巻で返す。しかしその竜巻を、じゃあ勝利をやるがうまくやる。さあうまい前で、そこでシンクを出すがダルシムがうまくガード。さあ勝利を出す、手を出す。さあ波動、しかしその波動をうまく読んで、そこドリル、これが怖い。さあとね、しかしまだわからない。ああ、しかしそこで勝利を出してダルシムが一本。じゃあ、4名ですね。はい、そして勝利を出す、そこに投げる、ファイヤー出す、竜巻勝利、あっと、ここでフィニッシュ、楽しみタイムか。しかしここ素晴らしい、そこでうまくサッカーどれか、楽しみの冷静、サッカーが分からない。しかしそこを投げ返して、これで川島さんが5人抜きですね。さあ次が友座さんのバイソン、X バイソンですね。さあ、この X バイソンとダルシムの対決。さあ、ここ開幕。しかし、そこをスライディングで取った、さあ、そこパンチを出して、そこで、さあ、これはバイソンがうまく近づいて、しかし、ダルシムが手を出して、ガードして、さあ、そこ、ペッと出して、さあ、ここでゴチゴチ、ゴチが出て、さあ、ここでスパコン出して、友田さんが1本。さあ2本目。さあ開幕は足を出して、少しこううまくフォアを出して、さあここで出して、さあフォアで、さあここで画面8でダルシム。さあそこで、しかし三振の方が手を出して、さあそこ投げる。さあこれは端が逆転したが、まあ髪切ったところ、さあもう1回投げてダルシムが1本取りました。
はい、はい、落とし、おっと、これはスライディングして手を出して、おっと、これはもしかし、今までしかし、投げるそこからどうなる、いや、いや、そこでしかし、まだわからない、さあ、さあ、さあ、ここで、ああ、しかし投げ返してダルシムが1本取って、次が俺なんですけどじゃあ頑張っていきます。次、1P 側、辰俊さんの竜ですね。 1P 側がカシムさんで6連勝中。すいません、申し遅れました、山本です。開幕弱インフェル、あー、皆さん、フレーム間を開けられてます、近づきたいが、インフェルノ、すいません、全く実況がついていけず展開だけは進んでいっちゃうんですけど、メインで押し戻してます。お、手の先に昇竜が入ります。両方溜まってますね、ゲージは。とインフェルノ、やっちゃいましたね。ありがとうございました。さあ、これで川島さんが7人抜きです。さあ、次はロードさんの出剣です。さあ、これはどんどんやんやん、ええ、大丈夫です、ノープロボ、ノープロボ。はい、じゃあロードさんの X 剣、これはロードさんは最近ものすごいやる気勢で、非常にこれはもうものすごいエネルギーが出るんじゃないかと個人的に期待します。さあ、 X 剣、さあ、開幕、さあ、そこで先を出して、そこを剣で、そうですよ、冷静の角を、さあ、そこ我慢して、ちゃんとした後、さあ、そこはいい、さあ、そこその時にね、そこを足を出して、ファイヤー、ファイヤーで、さあ、しかし飛び込んだけど、最後、しかしうまく転がす、今のはすごい、しかし、そこを見抜けるので、川島さん、1本取りました。さあ、2本目。さあ、そこをファイザーで、さあ、ここで、剣としては頑張ってほしい。そこで、剣が転ばす。この、ダイヤシの使い方は非常にうまい。さあ、そこでファイヤーでやって、ファイヤーで、さあそこで、さあここでダルシム隊員、あそこの、まだわからない、そしてファイヤーです。さあそこ田島記念あるんだ、そこを投げて川島さんがなんと8人抜き。さあ次はミキさんの X ガイル、さあこれは開幕がどうなるか注目。あの、うまい、今の中キックマン、そこソニックで、さあ、そう飛び込んで、しかし、そこを投げ返す、ソニックで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 、かなり冷静に、ソニックで、ソニックで、ソニックで、ヨカの打ち合い、さあ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 、ここで、おっと、うまく当てた、さあ、ここで、非常に今のはいい。さあ、そこで、どうでしょう。さあ、ヨガファイヤー、さあ、そこソニック。さあ、これがダッシュのところに、しかし、さあ、これはほぼライブゲージか、まだ分からない、これは、なんか、さあ、ソニックを見ていて、ものすごい緊張、さあ、そこをうまく、あー、しかし、そこが惜しい、今のは、しかし、さあ、そこせっかく、さあ、手を出して、そこで、なんと今のはすごい前、テレポートして、
フェイントをかけて、さあ今のは惜しかった。さあ2本目、足を出してソニックを使う。で、ワンシノがものすごい冷静に、あ、なし、これはで、さあこの足を出したい。さあそこは足を出す、さあファイヤー出す。さあ、なし、ワンシノがソニックに回すで、当時さあそのファイヤー、そして手を出す。さあファイヤー、ファイヤーです、ファイヤーです。さあそこで、そこはファイヤーとしては、どのタイミングでいけるか。さあそのファイヤー、ここでダルシムタイムか。そのタイミングまだわからない。あー、惜しい。これで川島さんが、9人抜き、8人抜き。さあ、ここで来ました。我らがシロテック先生が、我らが四季のヒーロー、セロ様が、ザンゲーフで、ザンゲフ、これで本命でない。しかしこのセロさんの、セロ様の逆転に頑張りに非常に期待したい。早速飛び込む。うわかー、古いも強し。今のガードさん、さあダブダビで、しかしまだしかしうまく飛ぶか。しかしまだ残っていた。さあファイヤーと手と両手合わせが非常に苦しい。しかしセロ様も非常に何かが出てくる。この逆転を期待したい。まだわからない。あー、しかしここで手を出して川島さんが一本取りました。さあ、4回目。あー、しかしうまくいったか。しかし飛ぶうまくドリルを。ファイヤー、ファイヤーで、しかしここにしてショックで返す。ナルシムがうまく間合いをキープしている。この制空権の前に関しては、しかし今のジャンギの今の試合非常に良かった。さあそこで、しかし今のガードしている。まだ分からない。しかし近づくか。こう呼び込んでいくファイヤーで、さあそこだ、まだ分からない。うまくこぼれた。さあここから、いやー、しかしここで川島さんが、さあこれで川島さんが10人抜き。さあ次はチャボーズさんの X サガット。チャボーズさんの X サガットも非常に強い。さあこれは開幕どうなる。さあ終盤ですか。で、アッパーカット今のは素晴らしい。さあさあ対抗ショット、対抗ショット。しかしアッパーカットをうまく読んで、ファイヤーで、さあ手を出す。ファイヤーと対抗ショットの違い、今のはいい。さあファイヤーで読みまして、さあこれでもううまく冷静にガード。さあそこしかし手を打ち上げることで対象ショットの意味がなかった。冷静に対抗ショットを。さあ対抗ショットはしかし手を出して見せるので、ナルシムが一本です。2本目。さあ今の開幕が良かった。さあそこで足を出して、それで対抗ショット。しかしタイガーショットで打ち合う。冷静に対応。さあ今の足笑い、まだわからない。そのことは次に。さあここからここからどうなる。そのことは今冷静に、冷静に対処。今のいい。さあここから、さあここから、うわっ、これマシン、これいけるか、これいけるか。え、そこー、素晴らしいものは、それしか、ただ残り9秒。さあそこを出してしまって、足を出してスライディング。はい、タイムアップで川島さんが勝ちました。これで11人抜き。次がノブさんのX 剣。さあこれはどうなるか。さあ神戸、さあ昇竜剣をアクリルに打って、スライディングを蹴り、ファイヤーで飛ばす。さあ
どんどん上がっていく。さあ竜巻で、おしかし、うまい。そこから竜巻が、これは恐怖の勝利かで、足足竜巻が高いして逆転していくよ、そこから分からない。そこから相変わらず、さあ前向け、動け。さあこの、そこ前からどんどん、この空気をうまく壊して、そこで投げるとするか、投げ返す。さあ2本目、さあ攻めてくる、まあ、竜巻ウェルガーしかし、そう勝利拳。さあここから、さあ恐怖の剣の足のコンボで、さあさあハルケン、今のはいい。さあ、さあ今のはいい。さあこれは、これはどうなるか。さあ、さあしかしこのファイヤーでこれます。さあこれます。さあダルシロとしては、これはうまく、すごい冷静。さあ勝利拳、そしてファイヤージャンプする。さあ、さあこれはまだ剣が良い。しかしそこ、そこさんのダルシムが今のは素晴らしかった。さすがファイヤー、ファイヤーで、さあ画面、しかしまだわからない。ここでロボ第5本クリア。しかし今のは、あーしかし連覇を打ってしまって、ドリルでダルシムさんが12人抜きですね。じゃあ次は、お茶丸くんでいいのこれお茶丸さんの S フォーク、S フォークは大会的に初めてですかね。これどうなんですかね、間違ったらごめんなさい。お、しかし今の今度はいい。さあ、さあこれはどうなる。さあここからうまく回す。さあこれは、これは何かがあるか。さあこれは頑張るのが難しい。さあこれで、さあこれ今度のを出すか。しかしダルシムの、このダルシムの空気の制空権から、しかしどうフォークが攻めるか。おっと素晴らしい、まさにものすごい鷹の舞で1本取りました。さあこれで2本目さあこれで2本目で鷹の舞と面白い。あ、しかし回る。お、これはいけないのか。さあ、さあ鷹、さあこれを2016で引きの細道で鷹の奇跡が舞うか。おっと、これはしかし、おっと、なんとすごい、本当に奇跡が起きた、素晴らしい。なんとここで大金星、お茶丸さんが1本取って、そしてここでなんと山本さんのチュンリーという、これはこれはすごい、これ注目の対決ですね。さあ山本さんがやばい予想外と言ってますが、しかしこれは勝負は水物だかわからない。しかも山本さんの X チュンリー、明らかにチュンリーが有利で、さあどうなるか。さあここで鷹の舞が飛ぶ飛ぶ、しかしチュンリーがうまく投げる、チュンリーがうまく冷静にガードしながら対処する。さあこれ、さあ恐怖の中足ですよ。そこで気候圏が取る。さあ中足でこのパスだ。わあチュンリーすごい。お、しかしここでタイフンでやる。しかしこのフォークのこの飛びが非常に怖い。さあ、おっと、これはお茶丸さん、何か非常に今日は何かある。しかしこの飛びに対してチュンリーとしては、山本さんとしてはかなり厳しい。さあ頑張ってほしい。さあしかし、さあチュンリーの恐怖の蹴りをうまく、今の対処は素晴らしい。おっと、なんと素晴らしい。第6回四季の細道はものすごい鷹の舞が展開されております。さあここで、そこで破天荒さんの X 流。さあここで、さあこれはどうなるか。竜でフォークには非常に、これはもう、さあここ非常に我慢で、この足が怖い。つい波動を出してしまった時に足を出すか。さあ結構さ、うまく冷静に、さあそう昇竜、さあそこを飛び込んで、しかし危ない。さあそこ、そう素晴らしい昇竜。さあそこ、こっからなのか。おっと、うまい三段。さあ波動で、しかし素晴らしい、ここで破天荒さんの昇竜で、開幕波動を今のやって、しかし勝利です。さあここから波動を出すが、しかしちょっと出せ、しかし今の勝利素晴らしい。さあそこでファイヤー波動、さあこれはもう竜のペース。さあここからまた外野手で壊す。さあここからこの前が非常に怖いが、竜が素晴らしい。さあここでシュートプレーですね、素晴らしい。破天荒さん始めました。さあここから2周目に入りまして、ミキさんのエクスガイル。さあこのガイルと竜の対決、黄金カードですね。さあこれは開幕からどのタイミングで飛ぶか、どこで出すか。
球を出すか、はい、さあこれはさあ開幕でなんとガードさあこれソニックのハードしかしユウの今の三段はすごいここでさあこの前からしかしうわ素晴らしいリフトアッター中キックさあ波動拳を出すかしかしこのガイドの方もってましてさあ竜巻を冷静にガードしてあしかしソニックですかしかしあのハードでしたあ多少出してしまってシンクハードでさあここからそ開幕のソニックを立つまでですねまずガードさあそこはしかしリフトアップはしたかったしかしそこで飛び込むキルキル波動ソニックをそうですねリフトアップだソニックさあこの領域でさあ足が出るか手が出るかというところでどのくらいの距離今のリフトアップは取れないさあソニックで当てる波動線ソニックやばいよ。さあしかしうまく竜巻で冷静に返してさあ素晴らしい破天荒さんがこれで2人抜きさあ次がロードさんの、スーパー剣ですねはいまだジュースみたいな。はい。さあ、そうさあ、S剣が勝利がしましたさあ、このキャラクターのスーパー剣の前が若干弱くさあ、この勝利が怖いさあ、そこで波動拳さあ、勝利さあ、この恐怖の黒い竜とシックの S剣が一体どういう勝負になるか非常に注目ですがこの後でございますさあそこで剣がじゃやめすかあしかしそこで黒い竜まあ天皇さんの竜が1本はいさあ2本目さあ開幕波動うまくガード素晴らしい今のね勝利勝利さあもう1回勝利波動拳波動拳勝利でやって今の波動拳が素晴らしいさあそこで波動拳が非常に速いさあここでおっとうまく飛び込んだが蹴り込んで、さあ勝利、素晴らしい、今のエスケの場所、しかしそこはエスケの場合の蹴りがないさあしかしそうまく飛び込む、さあこれあるのか、あるのかあっとしかし今のはすごい、今のジャンプ大パンチの逆転からの前押し非常に冷静に破天荒さんが、3人抜きですねさあ次は、チャボーズさんの、スーパー姿ですねこの黒い道着から来るものすごいオーラからさあどうやってスーパーサガットのこの青パンが倒すかさあ開幕タイガーショット今のはいいしかし波動が当たるさあ竜巻をすごい今の正面大パンチさあ今の足払いで誘って飛び込むのが素晴らしいさあそれ竜巻があるからそこでサガットがこの蹴りが何気に竜からすると非常に怖いさあしかしうまく転ばすさあタイガーショットさあ打ち合わせのことサガットがスーパーサガット非常に来る有利だと思うんでこの早く素晴らしい今の竜からすれば竜巻をしたいところを出させてそこ足を出すというかもう素晴らしいさあこれの夢さあしショックですがそこを素晴らしい昇竜拳さあ足バレハドさあここでハドを出さずにガマさんのしゃがんだの素晴らしいさあハドさあこれは怖いこの球の打ち合いは非常に怖いさあそこを当てるさあ対岸にで近づくさあこれスタートタイムか恐怖の青パンタイムが始まるさあここでまたサガットのショット、サガットのショット、しかしそこ足を出すがうまく走って、さあこの波動拳さあこの奥のタイガーショットが当たる、さあそこで飛び込んでしまって、そこで足が当たる、さあしかしここで進行を出すがうまくスーパーサガット、さあ速攻勝利を出してしまって、チャボーズさんのスーパーサガットが勝ちました、さあここでなんとノブさんの次のキャラ、X ザンギ、さあこれはどうなるか、非常にどのタイミングで飛び込んで、スーパー転ばすか。なんと開幕でおっとノブさんがこれこのノブさんのエクサンギなんと剣を使う前に最初はザンギだったというすごいこの剣の特性を生かしてあの足の上下選択が非常にうまいそこでうまいそこでしかしサガットも出すそう今のパンチは素晴らしいさあしかし吸い込みたいしかしそこショットでちょっと恐怖のアーバンショットが吹くさあまだわからない冷静に対処するおっとしかしここでやってしまって今の素晴らしいスーパーサガットゲットパンが出ました
さあ2本目、2本目こっかに下して、スバル今の蹴りを出す、さあダブダブを出して転ばさえ、さあしかし、タイガーショット、強化タイガーショットが来る、ザキの勝利、さあ今のバッチシング素晴らしい、さあここで蹴りを出す、ただ、さあここで精神的に来るか、さあしかし、仕組んでやって、しかしもう吸い込む、さあここでザンギのタイムが始まる、さあもう一回、しかし、もう一回、さあここからどうなる、しかし後ろに飛んでしまった、しかしうまく足払いで誘って転ばして、ザンギが1本取りました、さあこれは注目の3本目。ここで開幕でダイヤストライ、さあここでダブラリー、さあそこで吸い込んでダブラリー、さあこれもっとしかこれはこれありえる、これはあるか、さあそこでもう一回、さあザンギのタイムがもっとうまく対処する、さあそこでタイガーショット、タイガーショットでダブラリーが取る、さあここでとも恐怖のタイガーショットをザンギのおかげ、それともさあここで逆転するか、さあここでタイガーパタッとうまくなる、さあしっかりパンする、おっとこれパワー、素晴らしいパワーボムで、アブさんのザンギが1本取って、で次が俺、じゃあ俺らしいんで、こんばんは、セロテープです。なんとサブキャラのザンギエフでノブさんがエッサガットに勝つという、今日いろいろ波乱がありますね。回転キャラが結構いい仕事をしてるんだけど、連勝数的にはカワシもヤルシムが圧倒的で、今のところ2位は破天荒さんでXルン3連勝ですね。さあそうこう言っているうちに少し龍がいい感じで波動を散らして1ラウンド、あ、さあ変な動き、つばきを地獄突きで落とした後バックジャンプ膝、この波動で近づけない、いい回りでいってます、おっとサバリーからサンディもっかい勝利権、怪しい上のミスルドシ、さあフリーはしなくていいが、こうなるとさあ死んだか、なかなかのヘリ補正ですかね、さあ割ったなし、さあフリーも出だし、ファイヤーで壊して竜巻、弱ってゲージを貯める、さあファイヤー鎖骨欲張り投げちゃう、さあ鎖骨やりすぎな気もしたけど、さあ勝利さんが1勝目、次はニーヤーさんの X 剣ですね、
達人さん2連勝で、今握手をしていた京さんが次の相手なんですが、クレジットがないそうですね。いい感じに剣を見直したんですが、次は京さんですね。メインキャラ、しかも動きがちょっと独特なんで、これは知らないとペースに巻き込まれると大変。流れ打ち合い、さあ前取ったが昇竜拳いい切り出し、さあ上から行ってみた。剣に上から行くのはちょっと危険なんですが、たまにはああいう思い切りも必要。さあ竜巻、この竜巻が結構機能している。さあ背比べ、ダイヤシからくるが被害なし。さあダイヤシタイク、さあ地球打ってみた。あっと、今のは何だったんだろう。さあギャラリーからは達人さんの優勝が見えてきたと。おっとおっと、あー、スト2は結構こういうこと言うとね、良くないんですよね。結構褒めると負けるってのあるから、褒めない方が。さあさあさあ、あっと気をリーチだったけどしのぎましたね。さあ歩き昇竜、さあかかとは当たらない。さあ一致で、あーいいだよし、上から行ってみた昇竜拳。さあ昇竜減りましたね。じゃあちょっと喜んでるところ申し訳ないんですけど、ちょっと殺してきます。はい、山本です。2P セロテープさん残儀ですね。殺す予告がありましたが実は緑同士っていうね、カラーリングで。開幕読み合いですね。タッソシさんが後ろに下がってしまいましたが、前に出ました。アッパー波動が決まり、お、空対空勝ってますね。おっと中ボス、おわ、真空が出なかったが削って残り0ドット。おっとセロテープさん削られてパーフェクトですね。すごいですね。入れ替わってを押していく。おっとここで初のスクリュー、セロ様。ファイヤーを、危ない、スクリューが入りましたね。両者1-1、両者1-1、セロ様の煽りが入りますね。ここでわーっとピヨってしまったか。最後は冷静に3段でフィニッシュです。ありよ、いやセロさん超強セロ様、さすがセロ様。さあここで次がお茶丸さんのエキソンだ。これはある意味いじめかもしれない。さあこれはさあこれ足で、そしてこの張り倒しがそう吸い込む。さあこれはセロ様のさあ残儀大師がすごい投げる。さあ、張り手でちょっとで回数、さあ、蹴りでやる。さあ、ダブラリー、しかし、おもついてやる。これはもう、ホンダが超有利。さあ、これ張り手、張り手、張り手、張り手。あーっと、そこで、おつまみさんが1本。さあ、2本目、2本目どうなる。さあ、開幕、ここで、最初で、さあ、大感じで、さあ、この、お、しかし、今の賞金、ジャンプ賞金、素晴らしい。さあ、ここで、足に転ばす。この足を回す。さあそこをうまく投げる。しかしまだ分からない。さあそこを素晴らしく吸い込む。さあ白様の逆転が来るか。さあそこをうまくガード。おお今のダブラリ開始、素晴らしい。さあショーキックであるが、しかしまだ分からない。そうの張り手が来るか。張り手の足、さあここからどうなる、どうなる。さあ召喚ジャンプが今の張り手開始、さあまだ分からない。さあしかしおーっと今の素晴らしい、白様がうまく後ろに返してます。さあこれで3本目どうなるか。
さあ開幕後ろに飛ぶ最初パンチ、さあ大パンチであるが、さあ本田が恐怖の張り手で迫ってくる、さあ大パンチで、さあそんな大石投げる、しかし吸い込む、さあもう一回吸い込む、この背場所の執念は素晴らしい、さあそこで飛び込むが、しかし本田が、さあこれは本田がかなり有利、さあこれでこの戦いが行くのか、さあこの恐怖の選択肢から、さあザンギのキャプテンあるか、おっと今の飛び込んでやって、さあもう一回やって、さあ飛び込んだ、おっとこれはすごい素晴らしい、今のセロ様のザンギエフ、今日は何かがまとわりついているかのように素晴らしい、まさにグリーンデビルというか非常に素晴らしい、しかしここで次はカーシルさんの同キャラ X ザンギ、さあザンギザンギで、さあこれさあダッシュザンギ、そう開幕バーボムで投げる、さあダブラリー、さあ切るんですね、ダブラリーお互いがダブラリー、足でどうもタイミングで攻めていって転ばせて投げるか、そこでちょっとやる、しかしそこでダブラリー転ばす、さあちょっとで、さあしてここで、さあここで川島さんのスマホが出て、さあこれはもうかなり有利、もう今の素晴らしい川島さんが1本取りました、さあ、開幕ダブラリー、ダブラリー、どのタイミングで転ばせるか、さあ、ダブラリー、中間、ショーキング、さあ、ここで転ばせる、このギリギリの前が非常に怖い、この前の中でどのタイミングで、さあ、当てて投げるか、この、今の蹴りをまずやってやるな、素晴らしい、さあ、しかし、ハイキックで、しかし、さあ、飛び込んだ、さあ、これで、うまく転ばせる。パンチをやる、さあこれパンチをやる、さあダブラリーをやる、さあ攻める、おっとしかしここでダブラリーを攻める、さあここからどうなるか、おっとまずスクリュー、さあここからどうなるか、おっとしかしここで、おっとあー素晴らしい、川島さんのこの試合展開の中の突然のこの発想の素晴らしい、さあここで、さあ次は友座さんの X ベガ、さあ友座さんは四季の恐ろしい、優勝者経験者になります、さあここで、まあ、どうなるか、さ開幕からこのベガとザンギエフの対決、ダブラリーしかしレッシュピンである、さあこのベガとしてはどうやって近づかないで今勝てるか、さあここで、しかしこれは怖い、さあここからどうなる、おー今のダブラリー素晴らしい、さあここでここでペガのここ、さあここで、しかし後ろのここ、さあここ今のここまでピンク素晴らしい、さあここで2位でうまく勝てる、この場合からのこの突然の速さからどうやって逆転するかがこのスパツエクスの魅力、さあここで転ばして今の素晴らしい、そこでさあここで足を出して転ばす、さあここでおっと今のダブルダブル、さあまだ分からない、おっと今すばらしい、すばらしい、さあそこで投げる、素晴らしい、さあここでおっとここで、ああしかしペガが寄ったら、ああしかしここどうなるかどうなるか、ああっとなんと川島さん素晴らしい、ここで転ばしてザンギが1本取りました、さあ2本目、ショックでショックで、さあこれ攻める、そしてペガの今の中継素晴らしい、そこで転ばせる、さあここでペガが取ってるか、さあここでこのペガのコンボ非常にかっこいい、ここで今当てらせる、で足を当てる、今もザンギエフ、しかしこのスパコンバクやったが、しかしそこで転ばせる、空中の舞が非常に相手側からするのか、しかしこんなの今のパンチは素晴らしい、意識配分を区分けさせるこの高さが非常に素晴らしい、さあここで転ばせる、しかしアスカのダブラリー、さあここからどうなるかと思ったか、素晴らしいベガのスパコンバラシでトマト君が1本、さあここで3本目、さあ開幕ここで、今のすかしてダブラリー、そこで恐怖のザンギタイプか、しかしここでトマト君の蹴りが素晴らしい、さあここでトマトさんのベガがやってザザンギとしては、そしてそれで試合の方が今転ばせる、この転ばし方は非常にうまい、これこそスパツ X の魅力、さあここでしかしザンギが飛んで転ばす、
まあ、ぜひ、さすがに素晴らしいです。ここでみんな見て、サイズダンディでもまだキャリアがかなり良い。お見事、素晴らしい。さあ、ここで、飛ばせて、さあ、ここでスーパーボンやるが、最高出した。さあ、まだ分からないぞ。さあ、蹴り。おーで、うまくございました。さあ、これは素晴らしい。友澤さんが勝ちました。すごい。これは、今回の大会で、素晴らしい名勝負。友澤さんが勝ちました。さあここでなんとジャイアントマシン2号さんがなんとエスバルログというまさに スペインのミラクルアドベンチャーが今ここに初めて四季の細道に出てきました。さあこれさあこの七色のレインボーのスーパーバルログが一体どういう戦いをするか注目ですが、さあこれペカの友澤さんの出が素晴らしい。投げるまさにベガマジック。さあここで1本取りました。さあこれに、さあこれサイコクラッシャーで動かす。これ足をやっていけるんですね。スーパーバルログがどういうなんか、さあこのジャイアントマシンニングさんスーパーバルログかなり研究して臨んでいると思います。さあここ転ばせる友澤さんの場合、さあそうだ、しかしここ転ばせて友澤さんの目が素晴らしい2人抜きになりました。さあ次はシノニンさんの再びスーパーキャラ、次はスーパーサガット。さあ恐怖の青パンが出てきました。さあこれで開幕。さあシャガミゲリー、ここで恐怖のタイガーショット、タイガーショット。さあこれ、さあここからどうなるか。うまくベカガードを出す、そのタイガーショット、タイガーショット。さあここでタイガーショット、そこでベカが飛んで、そこを飛んでまた飛ぶがスーパーサガットとかタイガーカットで、そこでさあどうなる、どうなる、どうなる、これは怖い、非常に怖い。さあさあ最高クラッシャー、なんと飛び出して、サガットが1本取りました。さあ、2本目ここで、うまく飛ぶ、でうまく投げる。さあ、スーパーキャラ、投げるしかないので、これはかなりベガいいです。ここからどうなる、ここで、手を出して、しかし、ここ今のパンチの回収は非常に素晴らしい。さあ、アッパーカット、さあ、ここからどうなる、あーっと今のすごい。蹴り出してベガが1本取りました。さあ3本目、さあサイコクラッシャーで蹴りでタイガーショット、タイガーショットバシバシって、こうベガが、このベガのナイスポイント。さあここからどうなるか。さあサガトですね、蹴りの対処です。さあこのサイコクラッシャー今のはすごい。さあおっからなんか、いやーサイコは投げる、まさに一進一退。シノニンさんも、スーパーサガットが、一人抜きという形で、さあここで、山本さんのおっとエクスチュンリー。さあこれはどういう対決になるか。開幕から田中中国、おっとなんと飛行機でちょっと打ち合いを今のタイガーにで近いと投げる、素晴らしい。さあ飛行券で出す。さあこれで受験を炸裂、しかしそこ恐怖のタイガーショット、タイガーショット、タイガーショット、手を出す、タイガーショット、タイガーショット、タイガーショットが怖い。そしてこのコンド手を出す、非常にこれは中国としては苦しい戦い。さあうまく当てる、中国さんは頑張ってほしい。しかしさあとか超冷静にアッパーカットで1本。あ、読み合い、その開幕飛び込むね、蹴りすごい読み合いだ。タイガーショット、いやしかしここでスプリングバード回収したら当たってしまう。そこでタイガーショット、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 タイガーショットに見せた。しかしここプレッシャーが怖い。しかしうまく今の中継飛びが素晴らしかった。タイガーショット、そらこのプレッシャーに、あーしかし今の素晴らしいバカットで、シノニーさんが、2本取りました。さあ次が、ゴーゴーさんの X ゲーム。ゴー
さんの X 剣が右側の剣が青パンを倒すか、それともスーパーサイダーとこの青パンが連勝するか。さあ、この飛び込み蹴りがすごいマジ、このタイガーショット、このタイガーショットからのプレッシャーからまず飛んでしまう。そっからやっぱカットするらしい。最初剣道も窓剣でやるが一番下を飛んでしまった。非常にこのシノニーさんのスーパーサイダーも冷静すぎて、まあ要塞というか、まさにこの生傷からそびえ立つようなプレッシャー。このアッパーカット、さあこれタイガーショット、タイガーショット、この恐怖のタイガーショット連打、もうこの一発一発が非常に相手からすると怖い。でもまあ難しい、そのゴーさんもすばらしい、今飛んでしまった。さあ終わった、さあここからこのボード、さあ素晴らしい今の飛び切り、さあここからさらに飛んでしまって、しかしそこをスーパーサガットがシノニーさんが飛んでした。さあここでさ、破天荒さんの X 流、さあこのダッシュ色の X 流、ラウンド1ファイト。さあ今のジャンプ台キックは素晴らしい。さあこれで、さあこれで転ばしたい、転ばしたいが、このスーパーサーダップのシノニーさんが非常にこれだけして戦いになる。この足を出したこのタイガーショットの一発を誘うのが非常にうまい。少しその上でこのタイガー足の取り組み、この相手に対する意識配分の、このなんていうか、意識の配分をさせる方法が非常にすごい。さあ4面、まあ、それが2人目、ね、さあ、リュウ、あ、今の蹴りは素晴らしい。さあ、波動拳をうまく飛び込んで、さあ、さっそう飛び込んでタイガーパイド。さあ、タイガーショット。さあ、これスーパーサガットタイム。さあ、スーパーサガット、この、さあ、蹴りを出す。さあ、ショット。恐怖のサガットシューティング、しかし、そこを飛び込んで、タイキング、しかし、そう飛んだところだ、タイガーアッパーカット。シノニーさんが2-1で、さ、これで、これで、シノニーさんが連勝中なんですけれども、現段階で、連勝数4で2位なので、もうこれ以上やらなくても決勝進出ということで、カワシムさんとシノニーさんで、3回先に勝った方の優勝ですね。一旦それで設定していただいて、川島さんと 1P2P 決めのじゃんけんをしてもらって、じゃあそのままやってもいいですか。さあ、というわけでこのままシノニーさんのスーパーサガットと川島さんの X ダルシム、さあ開幕どうなる。ここサガットがなんとジャンプしてるっていう、開幕でジャンプっていうのはなかなか見ない。さあこれは少しダルシムの方もファイヤーとちょっとこう恐怖のジャンプ、すごいフレームとしてるんですが、これはサガットの方もただに接近できると思うだろう。さあドリルです。さあそこは石棺素晴らしい。さあこれでユニオンのファイヤーを打つが、しかしそう斜めに飛んで、このダルシムからすれば上下選択の部分での意思が非常にサガトにするやつじゃないです。さあここで勝負はまだわからない。さあ勝負のようなサガトは飛ぶか。さあダシムスライディングをやってしまってサガトがショット1本取りました。さあ4面、さあ開幕、さあそうショット、しかしドリル、しかしタイガーに、さあそこで足を当ててタイガーショット、さあタイガーショット、さあそれと、しかし今のサイディング、さあここでダルシムタイムか。さあここで素晴らしい、今のフレーム素晴らしい。さあここでファイヤーで、さあサガット、さあどこ、しかしサガットの恐怖の足がある。さあこれ、しかしダルシムの恐怖の手と足が、さあここで投げて、さあ1対1になりました。さあ3本目、しかしタイガーショットうまくです、ダルシムにはダメだけど、さあここで、しかし今のダルシムのスライディングからの前の近いからのドリル素晴らしい。さあこれ、しかしサガトの、さあサガトがどういう、さあダルシムの今日はすごいですね。さあここからどういった、しかし今の素晴らしいタイガーの冷静に手を出して、さあそういうファイル、さあここからスライディング、さあここでスパコンだ、しかしうまくサガトダルシム、しかしそこアッパーカット出してしまって、ダルシムが1本、3本線、
さあ、三本先生。はい。すいません。三本先生でさ、2試合目、さあ、これはどうなんだ。さあ、さあ、開幕タイガーショット。さあ、ここに、さあ、足を出す、手を出す。さあ、ドリル、ショット、ショット。さあ、ここで、足と手を出す。はい、しかし、ここで、ここで、さあ、ショット出す。さあ、ここで、この届くか、届かないか。当てるか当てないかのこの魅力が見ていて面白い。ね、はい、あれですか。スタジオドリルだと、あ、しかしここでタイガーショットでシノニーさんが1本。さあ、タイガードリル、しかし当てる、少しセッカーで足と手出して、タイガー、さすが手出す、さあドリル当てる、さあもう1回当てる、さあここでビャッタ、ここで投げて、川島さんが1本。さあ3本目、開幕どうなる。さあ、タイガーシップ、さあ、そう、ファイヤー、ファイヤーも当てる、素晴らしい。さあ、ここで、ファイヤー当てる、ソンドドリル。さあ、ここで、サラックの手と足をくり抜けるか、かなりこれは、さあ、まだ分からない。さあ、ここで、サージュ、素晴らしい。そのドリル。さあ、ここで、スパコンガーっと、しかし、速攻冷静にしゃがみ蹴り2本で川島さんが、うん、さあ3本選手制で川島さんがリーチですね。あ、どうやら S サガットをすることを間違えて X サガットをおっしゃったみたいなので、これはもう一回やり直しですね。いや、しかし見てて熱い戦い。このスーパーサガットのちょっと前ですけど、この足の長さに対してマルシュのスローバックをドリブル当てて、そして長い手足を利用したこの攻防が非常に熱い。見てて手に汗握りますね。さあ、さあ、気を取り直して、さあ、さあ3試合目、さあ、タイガーショット、タイガーショット、しかし足を手を出す、さあ、ここで手を出す、さあ、手を当てる、おしかし、お足を当てる、ドリル、スライディング、スライディング、フォアハイヤー、手を出す、ドリル、フォアハイヤー、足を出す、フォアハイヤー、手を出す、スライディング、しかし、ここでショットが来る、ショットが来る、最初のハイヤーで、しかし、おっと、今の、抜けりは素晴らしい。さあ、この間にどうなんでしょう。さあ、これ、ああ、今のスライディングやって、くぐり抜けなくて、さあ、川島さんリーチか、これは。2本目、はい、さあ今のタイガーみたいな投げ合いとか、さあ手を出す、しかし今のアッパーカット、さあショット、ショットとヨガファイヤー、ヨガファイヤー、これヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ショットギリギリで、さあここでやったのか、ここでやったのか、ここでやったところをタイガーに、さあ、これはまだ分からないが、うまく今のジャンプ蹴りは素晴らしい。さあ、3本目。さあ、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー。ドリル、ドリル、手を当てる。さあ、これは誰しみたいのか、今は当て方はうまい。さあ、ここです、ここで、しかし、坂田の冷静感、さあ、ここですか、しかし。わからない。今のショーサイドショット当てる。今の足を当てる。さあ、ショット。さあ、ここでドリルで足を出して、ここで手を出す。さあ、ここで、マーシムさんが勝ちまして、第6回四季の細道、優勝者、川島さん、準優勝者、シノニーさんです。
はい、では、勝利者インタビューでよろしいでしょうか。はい、川島さんです。おめでとうございます。今日はちょっとナルシム見ていて、なんていうかな、そのスーパーサガット見ていて疲れた。お疲れ様でした。四季の細道、ゲームデイトナー四季で、毎週金曜日、20時から対戦会を行ってまして、ミニの大会で21時から四季の細道を行っております。よろしければお誘いますので、ご来店の方をお願いいたします。このスパツ X、対戦台、5台6台も稼働しております。対戦台は20時からと書いているんですけど、夕方から、対戦墓地が入ってます。50円2プレイです。ぜひ、初心者大歓迎ですので、ぜひ、ご来店モード、よろしくお願いいたします。では、待ち合いやりたいと思います。今日はお疲れ様でした。はい、店員のロードです。一応ですね、対戦まだ続いてますんで、まあ、あの大会じゃないですけど、11時頃まで配信ライブの対戦は、つなぎっぱなしにしておきます。11時になったら一言言いますので、それまで、配信を楽しみください。よろしくお願いします。
イ。Round 3, fight!
one, fight!
Oh!
Fight!
そろ、11時になりますので終了にしたいと思います。本日はありがとうございました。また来週もご来店ご視聴の方よろしくお願いします。ありがとうございました。Round one, fight! Cyclone! Huh!